ぐっすり眠れる優しいおやすみ朗読の部屋。ご視聴いただきありがとうございます。佐藤久美子です。2024年3月9日土曜日にアップをしたものです。はじめに聞きたい作品がおありの方や、このオープニングを飛ばして朗読を聞きたい方は、概要欄をご覧いただきますと、お好きな場所からお聞きいただけます。さて、作者やジャンルの違う作品を集めて、朗読ボックスとしてお届けしています。今回は、幸せ、島崎藤村、黒姫と黒龍、福娘童話集、嘘、太宰治、3作です。今晩も心を込めて朗読をさせていただきます。こちらのチャンネルを登録いただきますと、この朗読の部屋を見つけていただきやすくなります。そして、良かったと感じていただけましたら、高評価ボタンも押していただけますと、大変嬉しく励みになります。また、感想や好きだった作品をコメント欄で教えていただけましたら、とっても嬉しいです。ぜひ、お気軽に書き込んでください。では、今晩もぐっすり眠れますように。おやすみなさい。幸せ、島崎藤村。幸せがいろいろな家へ訪ねていきました。誰でも幸せの欲しくない人はありませんから、どこの家を訪ねましても、みんな大喜びで迎えてくれるに違いありません。けれども、それでは人の心がよくわかりません。そこで幸せは貧しい貧しい小敷のようななりをしました。誰か聞いたら、自分は幸せだと言わずに、貧乏だと言うつもりでした。そんな貧しいなりをしていても、それでも自分をよく迎えてくれる人がありましたら、その人のところへ幸せを分けて置いてくるつもりでした。この幸せがいろいろな家へ訪ねていきますと、犬の飼ってある家がありました。その家の前へ行って幸せが立ちました。そこの家の人は幸せが来たとは知りませんから、貧しい貧しい小敷のようなものが家の前にいるのを見て、お前さんは誰ですか？と尋ねました。私は貧乏でございます。ああ、貧乏か。貧乏はうちじゃお断りだ。と、そこの家の人は戸をピシャンと閉めてしまいました。おまけに、そこの家に飼ってある犬が恐ろしい声で追い立てるように鳴きました。幸せは早速御免をこうむりまして、今度は鶏の飼ってある家の前へ行って立ちました。そこの家の人も幸せが来たとは知らなかったと見えて、嫌なものでも家の前に立ったように顔をしかめて、お前さんは誰ですかと尋ねました。私は貧乏でございます。ああ、貧乏か。貧乏はうちじゃたくさんだ。と、そこの家の人は深いため息をつきました。それから、飼ってある鶏に気をつけました。貧しい貧しい小食のようなものが来て、鶏を盗んでいきはしないかと思ったのでしょう。コッ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 と、そこの家の鶏は用心深い声を出して泣きました。幸せはまたそこの家でもご面をこむりまして、今度はうさぎの飼ってある家の前へ行って立ちました。お前さんは誰ですか？私は貧乏でございます。ああ、貧乏か。と言いましたが、そこの家の人が出てみると、貧しい貧しい小食のようなものが表に立っていました。そこの家の人も幸せが来たとは知らないようでしたが、情けというものがあると見えて、台所の方からおむすびを一つ握ってきて、さあ、これをお上がり。と言ってくれました。そこの家の人は、黄色いたくあんのおこおこまで、そのおむすびに添えてくれました。ぐー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 と、うさぎは高いいびきをかいて、さも楽しそうに昼寝をしていました。幸せにはそこの家の人の心がよくわかりました。おむすび一つ、たくあん一切れにも、人の心の奥は知れるものです。それをうれしく思いまして、そのうさぎの飼ってある家へ、幸せを分けて置いてきました。黒姫と黒竜。長野県の民話。昔々、信濃の国。長野県に黒姫という名前のとても美しい姫がいました。その美しいという噂は各国に知れ渡り、遠い国からも姫を嫁にもらいたいという申し出が後を絶ちませんでした。ある秋のこと、そんな噂を聞いた山奥の大沼池に住む黒竜が、この美しい姫を一度見たいと思って蝶に化けると、殿様と散歩をしている黒姫のところへ飛んできて、姫の周りをひらひらと舞ったのです。まあ、きれいだこと。姫はとてもうれしそうに、黒竜が化けた蝶に微笑みました。その姫の微笑みに心を奪われた黒竜は、どうしても姫のことが忘れられなくなり、何日も悩んだ挙句、若侍に化けて姫のいる城を訪れました。どの若者よりも立派な若侍にすっかり感心した殿様が身元を尋ねると、私は志賀山の大沼池の黒龍です。姫を一目見て以来、姫のことがどうしてもお忘れられませぬ。どうか姫を私にください。と、黒龍は正体を正直に話したのです。それを聞いてびっくりした殿様は、いくら立派でも人間でないものに姫はやれん。と、きっぱりと断りました。ところが黒龍は、どうしても姫のことが諦めきれずに、それからも毎日城へ通うようになりました。そして100日目が過ぎたとき、黒龍は殿様に言いました。もし姫をいただけるなら、今後、あらゆる災いからこの城を守りましょう。ですが、どうしてもダメだというのなら、私にも考えがあります。私は大水で城と村々を押し流すこともできるのですよ。これには殿様も困りました。そこで殿様は黒龍にこんな約束をしたのです。明日、その人間の姿のままで、わしの馬に遅れずに、城の周りを20周回れたら、姫をやろう。本当ですか。ありがとうございます。黒龍が喜んで帰ると、殿様はすぐに家来に命じて、城の周りに刀を何本も埋め込ませたのです。さて次の日、殿様は城で一番足が速い馬にまたがると、やってきた若侍姿の黒龍に言いました。黒龍、よいか、少しでも遅れたら、姫を諦めるのだぞ。そして殿様は馬に一鞭当てて勢いよく駆け出しました。黒龍もすぐさま殿様の後を追いました。やがて家来が刀を仕込んだ場所に来ると、殿様はうまく馬に飛び越えさせて無事にそのまま駆け出しました。しかし、そんなこととは知らない黒龍は、仕込んだ刀の罠に引っかかり、体中を切り裂いてしまったのです。ぬぬ、測ったな。全身血だらけになった黒龍は、怒りで龍の姿を表すと、龍の姿のまま、馬に乗った殿様を追いかけました。そして血だらけになりながらも殿様を追いかけ続け、そのまま殿様に遅れることなく、城の周りを20周回りきったのです。黒龍は息も絶え絶えになりながらも、殿様に言いました。さあ、約束です。姫をください。しかし殿様は腰の刀を抜くと、わしは人間の姿のままでと言ったはずだ。お前のような化け物に姫はやれぬわ。と、黒龍に切りかかったのです。黒龍はその一撃を何とかかわすと、よくも裏切ったな、見ておれ、と叫びながら空高く飛んでいくと、真っ黒な雲を空一面に張り巡らせて、激しい雨をゴーゴーと降らせたのです。その雨は一向に止む気配がなく、4日目になると川からあふれ出た水で、村々は今にも流されんばかりとなりました。これを見た黒姫は、殿様が止めるのも聞かずに、外へ走り出すと、大雨が降る空に向かって叫びました。黒龍よ、私はあなたのもとへ行きます。ですから、どうか嵐を沈めてください。するとどうでしょう。あれほど激しかった大雨が、ぴたりと止んで、空から一筋の黒雲が矢のように降りてきました。そして、その黒雲が黒姫の体を包み込んだ途端、黒雲は黒姫の姿と一緒に消えてしまったのです。その後、殿様がどんなに探しても、黒姫は二度と見つかりませんでした。しかしそれ以来、村には何一つ、災いが起こらなくなったそうです。嘘。太宰治。戦争が終わったら、今度はまた急に何々主義だの、何々主義だの、浅ましく騒ぎ回って演説なんかしているけれども、私は何一つ信用できない気持ちです。主義も思想もへったくれもいらない。男は嘘をつくことをやめて、女は欲を捨てたら、それでもう日本の新しい建設ができると思う。私は焼け出されて津軽の生家の居候になり、うつうつとして楽しまず、ひょっこり訪ねてきた小学時代の同級生で、今はこの町の名誉職の人に向かって、そのような八つ当たりの愚論を吐いた。名誉職は笑って、いやあ、ごもっとも。しかし、それは逆じゃありませんか。男が欲を捨て、女が嘘をつくことをやめると、こう来なくてはいけません。と、嫌にはっきり反対する。私はたじろぎ、そりゃまたなぜです?まあ、どっちでも同じようなものですが、しかし、女の嘘はすごいものです。私は今年の正月、いやもう、身の毛もよだつような思いをしました。それ以来、私は点で女というものを信用しなくなりました。うちの女房なんか、あんな薄汚いバーでも、あれで案外、他に男をこしらえているかもしれない。いや、それは本当にわからないものですよ。と、笑わずに言って、次のように田舎の秘話を語り聞かせてくれた。以下、私というのは、その当年37歳の名誉職ご自身のことである。今だからこんな話も公開できるのですが、当時はそれこそ極秘の事件で、この町でこの事件について多少でも知っていたのは、ここの警察署長と、ここの署長さんはそれから間もなく転任になりましたが、いい人でした。それからこの私と、もうそれくらいのものでした。今年のお正月は、日本全国、どこでもそのようでしたが、この地方も何十年ぶりかの大雪で、往来の電線に手が届きそうになるほど雪が積もり、庭木はへし折られ、平和を押し倒され、また、ぺしゃんこに潰された家などもあり、ほとんど大洪水みたいな被害で、連日の猛吹雪のため、この辺り一帯の交通が20日も全く途絶えてしまいました。その頃のことです。夜の8時ちょっと前くらいだったでしょうか。私が上の女の子に算術を教えていたら、ほとんどもう雪だるまそっくりの格好で警察署長がやってきました。何やらどうもただならぬ気配です。上がれと言っても上がりません。この署長はひどく酒が好きで、私とはいい飲み相手で、元から遠慮も何もない仲だったのですが、その夜はいつになく他人行儀で、土間に突っ立ったままもじもじして、いやー今日は、と言い、お願いがあって来たのです。と思い詰めたような口調で言う。これはいよいよただごとでないと私も緊張しました。私は下駄を突っかけて土間へ降り、無言で鶏小屋へ案内しました。ヒナの保温のために、その小屋には火鉢を置いてあるのです。私たちは真っ暗い鶏小屋にこっそり入ります。私たちが入っていっても、鶏どもが少しも騒がなかったほど、それほどこっそり忍び込んだのです。私たちは火鉢を中にして、向かい合って突っ立っていました。絶対に秘密にしておいてください。脱走事件です。と署長は言う。警察の留置場から誰か脱走したのだろう。と私は初めはそう思いました。黙って次の説明を待っていました。多分この町には洗礼のなかったことでしょう。あなたのご親戚の圭吾さん、ね。入隊していないんです。私は頭から冷や水をぶっかけられたような気がしました。いや、しかしあれは、と、私はほとんど夢中で言いました。あれは確かに私が青森の舞台の英門まで送り届けたはずですが、そうです。それは私も知っています。しかし、向こうの憲兵隊から、彼は初めから来ていないという電話です。一体ならば、憲兵がこちらへ捜査に来るはずなのですが、この大雪でどうにもならぬ。よって、まず先にうちうちの捜査を言いつけてきたのです。それで私はあなたに一つお願いがあるのです。圭吾ってのはどんな男だか、あなたなどは東京にばかりいらっしゃったのだから何もご存じないでしょうし、また今はこんな時代になって何を公表しても差し支えないわけでしょうから、それはどこの誰だとはっきり明かしてしまってもいいとは言うものの、でもいずれにしてもこれは美談というわけのものでもないのですから、やっぱりどうもあれの宇治素性をこれ以上詳しく説明するのは私には辛くていけません。まあ、ぼんやり、圭吾とだけ覚えていてください。私の遠縁の男なんです。嫁をもらったばかりの若い百姓です。そいつに召集令状が来て、まるでもう汽車に乗ったこともないような田舎者なのですから、私が青森の舞台の英門まで送り届けてやったのですが、それが入隊してないというのです。一旦英門に入って、それからすぐにまたひょいと逃げ出したのでしょうか。所長の願いというのは、とにかくあの圭吾は逃げ出したって他に行くところもない。この吹雪の中を幾日かかっても山越えして家へ帰ってくるに違いない。死にやしない。必ず家へ帰ってくる。何せあれの嫁はあれには不似合いなほどの美人なんだから、必ず家へ帰る。そこであなたに一つお願いがある。あなたはあの夫婦の媒酌人だったはずだし、また、かねてからあの夫婦はあなたを非常に尊敬している。いや、冷やかしているのではありません。真面目な話です。それで、今夜あなたはご苦労だが、あれの家へ行って、嫁によくよくと聞きかせ、決して悪いようにはせぬから、もし圭吾が家に帰ってきたなら、こっそりあなたに知らせてくれるように、しっかりと言いつけてやってください。ここ2、3日中に圭吾が見つかったならば、私は圭吾に何の罰もかからないように取り計らうことができます。何せこの大雪で、交通機関がめちゃめちゃなのですから。私は、あれが入隊に遅れた理由を、そこはなんとかうまく報告できるつもりです。脱走兵を出したとあっては、この町全体の不名誉です。この町の名誉のために、一つご苦労でも頼む、というようなことでした。私は所長と一緒に吹雪の中を荒れの家へ出かけました。かなり遠いのです。どうも人間の一生にはいろいろなことがあると思いましたよ。私のような兵役免除の亭主が帝国軍人の妻たる者の心がけを解こうというのは、どう考えたって少し無理ですよ。荒れの家の前で所長と無言で別れ、私は荒れの家の土間に入っていきました。あなたがこれまで東京に長くいらっしゃったと言っても、やはりこの土地の生まれなのですから、この辺の農家の構造はご存知でしょう。土間へ入ると、左手は馬小屋で、右手は居間と台所兼用の板敷きの部屋で、大きい炉なんかあって、まあ、警護の家もだいたいあれ式なのです。嫁はまだ起きていて、炉端で縫い物をしていました。ほう、感心だのう。俺のうちの女房などは、晩下の飯食うとすぐに赤ん坊に添い寝して、それっきりぐーぐー大いびきだ。夜鍋もクソもありゃしねえ。お前はさすがに出征兵士の妻だけあって、感心だ、感心だ。などと、まことに下手な褒め方をして、街灯を脱ぎ、もともともう礼儀も何も不要な身内の家なのですから、のこのこ上がり込んで、炉端に、大あぐらをかき、ばばちゃは寝たかと尋ねます。警護には盲目の母があるのです。ばばちゃは寝て夢でも見るのが一番の楽しみだべ。と嫁は縫い物を続けながら、少し笑って答えます。まあそんなところかもしれない。お前もなかなか苦労が多いのう。しかし今の時代は日本国中に幸せな人は一人もねえのだからな。辛くてもしばらくの我慢だ。何か思いに余る心配事でも起こったときには、俺のところへ相談に来ればいいし、の。ありがとうごす。今日はまた、どこからかのお帰りですか？遅いねす。俺か？いや、どこのお帰りでもね、まっすぐに、ここさ来たのだ。どうも私は駆け引きということが嫌いで、いや、駆け引きしたいと思っても、面倒くさくて、とてもできないたちですので、ちょっと気まずくても、ありのままを言うことにしているのです。そのために、思わぬ難儀が降りかかってきたこともありますが、しかし、駆け引きして成功しても、長続きはしないような気がするのです。その時も私は、下手な小細工をしたってしようがないと思って、まっすぐにここさ来た、と、本当のことを言ったのですが、嫁は別にそれを気に留める様子もなく、新しい薪を2本炉にくべて、また縫い物を続けます。変なことをお尋ねするようですが、あなたと私とは小学校の同級生ですから、同じ年の37。いや、もう2、3週間すると、昭和21年になって38。ところでどうです？この年になっても、やはり色気はあるでしょう。いや、冗談でなく、私はいつか誰かに聞いてみたいと思っていたことなのです。まさか私はこの通り頭がはげて、子供が4人もあって、手の皮なんかもこんなに厚くなって、ひびだらけでささくれだって、こんな手で女のやわい着物などに触ったら、手の皮が引っかかっていけないでしょう。このような体たらくで、愛だの恋だのをささやく勇気はさすがにありませんが、しかし色気というのは案外なもので、ちょっときれいな女と2人きりでよもやまの話などをしているうちに、何か妙な気がしてくることがあるのです。あなたはどうでしょう？いや、私は普通よりも少し色気が強いのかもしれません。実は私はこんな薄汚い親父になり下がっていながら、大抵の女と平気で話ができないたちなんです。まさか私はその話し相手の女に惚れるの惚れられるの、そんなバカなことは考えませんが、どうもなんだか心にこだわりが出てくるのです。窮屈なんです。どうしても男同士で話し合うようにさっぱりとは参りません。自分の胸の内のどこかにもやもやと濁っているものがあるような気がしていけません。あれはやはり私の色気のせいだと思うのですが、どんなものでしょうか。しかしまた、私にそんなこだわりを全然感じさせない女の人もたまにはあるのです。80歳のおばあとか、5歳の娘とか、それは問題になりませんが、女盛りの年頃で、しかもなかなかの美人でありながら、ちっとも私に窮屈な思いをさせず、私もからりとした非常に楽な気持ちで滞在していることができる、そんな女の人もたまにはあるのです。あれは一体どういうものでしょう。私はこの頃はまた何が何やらわからなくなってしまいましたが、以前はまあこんな具合に考えていたのです。私に窮屈な思いをさせないというのは、つまり私にみじんも色気を感じさせないということなのだから、きっとその女の人の精神が気高いのだろう。話をしてこだわりを感じさせる女には、まさか好くの好かれるのというはっきりした気持ちなどはないでしょうが、自身でも気のつかない、あてもないぼんやりとしたお色気があって、それが話し相手に絡まって、変に相手を窮屈にさせてしまうのではないだろうか。とまあ、そんなふうに考えていたのでした。要するに私は、話をして落ち着かない気持ちを起こさせる女は、みだらとは言えないまでも、多少のお色気のある女として感服せず、そうして平気で話し合える女を心の正しい人として尊敬していました。ところで、その警護の嫁は、他の人にはどうかわかりませんが、私にはこれまで一度も全く少しのこだわりも感じさせない女だったのです。今はもう地主も小作人もあったものではありませんが、もともとこの嫁は私の家の代々の小作人の娘で、小さい頃からちょっとこう思案深そうな顔つきをしていました。百姓には珍しく体つきがほっそりして色が白く、大人になったら顔がちょっとしゃくれてきて、悪く言えば般若面に似たところもありましたが、しかしなかなかの美人という町の評判で、口数も少なくよく働き、それに何よりも私に全然例のこだわりを感じさせぬところが気に入って、私は親戚の警護にもらってやったのでした。どんなに親しい間柄とは言っても、私とその嫁とは他人なのだし、私だってまだよぼよぼの老人というわけではなし、まして相手は若い美人で、しかも亭主が出征中に夜遅くのこのこ訪ねていって、そうして二人きりで路端で話をするというのは、普通ならばあまり穏やかなことでもないのでしょうが、しかし私はあの嫁に対してだけはちっとも後ろめたいものを感じず、そうしてそれはその女の人格が高潔なせいであるとばかり返していたのですから、何、一向に平気で悠々と話し込みました。実はのう、今日はお前に大事なお願いがあって来たのだ。はあ、と言って、嫁は縫い物の手を休め、ぼんやり私の顔を見守ります。いや、針仕事をしながらでいい。落ち着いて聞いてくれ。これはお国のためというよりは、この町のため、いや、お前たち一家のために、ぜひとも聞き入れてくれろ。第一には、警護自身のため、また、お前のため、また、ばばちゃんのため、それから、お前たちの祖先、子孫のため、なんとしても、今度の俺のお願い一つだけは、聞き入れてくれねばいけねえ。なんだべんねす。嫁は針仕事を続けながら小声で言いました。別に心配そうな顔もしていません。驚いてはいけねえ。とは言っても、いや、誰だって驚くに違いないが、実はな、先ほど警察の署長さんが俺の家へおいでになって、と私は駆け引きも小細工も何もせず、署長から言われたことをそのまま伝えて、のう、警護も心得違いしたものだが、しかし、どんな人でも一度は間が差すというか、間がつくというか、妙な間違いを起こしたがるものだ。これは、はしかのようなもので、人間の持って生まれた心の毒を、一度は外へ吹き出さなければならねえものらしい。だから、起こした間違いは仕方のねえこととして、その間違いをそれ以上に大きな騒ぎにしないように努めるのが、お前や俺の真心というものではないか。所長さんも決して悪いようにはしないと言っている。あれは人を騙したりなどしない人だ。この町の名誉のため、ここ2、3日中に警護が見つかりさえすれば、なんとかうまく、全然お上のお叱りのないように取り計らうと言っている。所長も俺も黙っている。この町の誰にも絶対に言わぬ。どうか頼む。警護はきっとお前のところへ帰ってくる。帰ってきたらもう何も考えることはいらない。すぐに俺のところへ知らせに来てくれ。それが第一に警護のため、お前のため、ばばちゃんのため、祖先、子孫のためだ。嫁は顔色も変えず、縫い物を続けながら黙って聞いていましたが、その時、肩で深く息をついて、なんぼー、バカだかのー、と言って、左手の甲で涙を拭きました。お前もつらいところだ。それは重々察している。しかし、今日本では、お前よりも何倍もつらい思いをしている人が数限りなくあるのだから、お前もここはこらえてくれろ。必ず、警護が帰ってきたら、俺のところに知らせてくれ。頼む。俺は今までお前たちに物を頼んだことは一度もなかったが、今度だけは、この通り。俺は手をついてお前にお願いする。私はお辞儀をしました。吹雪の音に混じって、馬小屋の方から小さい咳払いが聞こえました。私は顔を上げて、今、お前は咳をしたか？いいえ。嫁は私の顔をけげんそうに見て、静かに答えます。それでは、今の咳は誰のだ？お前には聞こえなかったか？さあ、別に何も。と言って、うすら笑いをしました。私はその時、なぜだか、全身鳥肌が立つほど、ぞっとしました。来てるんでないか？おいお前、騙してはダメだ。警護はあの馬小屋にいるんでないか？私の慌てて騒ぐ様子がよっぽど滑稽なものだったと見えて、嫁は膝の上の縫い物を脇によけ、顔を膝に押しつけるようにして、うふふふふ、と笑いむせんでしまいました。しばらくして顔を上げ、笑いをこらえているように下唇を噛んで、ぽっと湯上がりくらいに赤らんでいる顔を仰向けて、乱れた髪をかき上げ、それから急に真面目になって、私の方にまっすぐに向き直り、安心して消せ。私もバカでごいせん。来たら来たと必ずあなたのところさ知らせに行きます。その時はどうかよろしくお願いします。おお、そうか。と、私は苦笑して、さっきの咳払いは、俺の空耳であったべな。こうなるとどうも、男よりも女子の方がしっかりしている。それでは、どうか、よろしく頼むよ。はあ、承知しました。頼もしげにうなずきます。私はほっとして、それでは帰ろうかと腰を浮かしかけた途端に、馬小屋の方で、バカ、命を粗末にするなと、明らかに所長の声です。続いて、恐ろしく大きい物音が。名誉職はそこまで語って、それから火鉢の火を火箸でいじくりながらしばらく黙っていた。で、どうしたのです?と私は催促した。いたのですか?いるもいないも。と言って彼は火箸をぐさっと肺に深く突き刺し、2日も前から来ていたんですよ。ひどいじゃありませんか。2日も前に帰ってきて、そして嫁と相談して、馬小屋の屋根裏の、この辺ではマギと言っていますが、まあ、干し草やなんかを入れておくところですな。そこへ隠れていたのです。もちろん、嫁の入れ知恵です。母は盲目だし、いい加減に騙して、そしてこっそり馬小屋の間際に警護を隠し、3度の食事をそこへ運んでいたのだそうですよ。あとで警護がそう言っていました。なあに、あの嫁なんか、一言も何も言いません。今もって知らんぷりです。あの晩に私が行って嫁にあれほど腹の底を打ち割った話をして、そうして男一匹手をついてお願いしたのに、まあ、あの落ち着き払った顔。かえって馬小屋の間際で聞いていた警護の方で申し訳なくなって、あなた、馬小屋の梁に縄をかけ、首をくくって死のうとしたのです。所長は私と別れてからも、商売柄、そのあたりをうろついて見張っていたのでしょう。馬小屋で確かに人の気配がするので、土間からそっと覗いてみると、警護がぶらりです。そこでもって、バカ、命を粗末にするな、と叫び、引きずり下ろしたところへ、私たちが駆けつけたというわけでしたが、その所長の、バカという声とともに、私たちは立ち上がり、思わず顔を見合わせ、その時の嫁の、まるでもう、4年なさそうに首をかしげて、馬小屋の物音に耳を澄ました格好は、いやもう、ほとんど真のごとくでした。恐ろしいものです。そうして、私たちは馬小屋へ駆けつけ、警護は所長に捕らえられて、もう嫁の真っ赤な嘘が、眼前にばれているのに、嫁は私の後ろから警護の方を覗いてみて、いつ戻ったのだべ小声で言い、私は後で警護から2日前にすでに帰っていたということを聞かなかったら、この嫁が警護の帰宅をその時まで全く知らなかったのだと永遠に信じていたでしょう。きっとそうです。嫁はもうそれっきり何も言わず、時々薄ら笑いさえ顔に浮かべ、何を考えているのやら、何と思っているのやら、まるでもうわかりません。色気を感じさせないところが偉いと、私は尊敬していたのですが、やっぱりちょっと男に色気を起こさせるくらいの女の方が善良で正直なのかもしれません。何が何やら、もう私は女の言うことは点で信用しないことにしました。警護はすぐに所長の証明書を持って青森に出かけ、何事もなく勤務して終戦になってすぐ帰宅し、今はまた夫婦仲良さそうに暮らしていますが、私はあの嫁には呆れてしまいましたから、めったに警護の家へは参りません。よくまあしかし、あんなにシャーシャーと落ち着いて嘘をつけたものです。女があんなに平気で嘘をつく間は、日本はダメだと思いますが、どうでしょうか。それは、女は日本ばかりでなく、世界中どこでも同じことでしょう。しかし、と私はすこぶる軽薄な感想を口走った。そのお嫁さんは、あなたに惚れてやしませんか？名誉職は笑わずに首をかしげた。それから真面目にこう答えた。そんなことはありません。とはっきり否定し、そうしていよいよ真面目に。私は過去の15年間の東京生活で、こんな正直な響きを持った言葉を聞いたことがなかった。小さいため息さえ漏らして、しかし、うちの女房とあの嫁とは仲が悪かったです。私は微笑した。幸せ。島崎藤村。幸せがいろいろな家へ訪ねていきました。誰でも幸せの欲しくない人はありませんから、どこの家を訪ねましても、みんな大喜びで迎えてくれるに違いありません。けれども、それでは人の心がよくわかりません。そこで幸せは貧しい貧しい小敷のようななりをしました。誰か聞いたら自分は幸せだと言わずに貧乏だと言うつもりでした。そんな貧しいなりをしていても、それでも自分をよく迎えてくれる人がありましたら、その人のところへ幸せを分けて置いてくるつもりでした。この幸せがいろいろな家へ訪ねていきますと、犬の飼ってある家がありました。その家の前へ行って、幸せが立ちました。そこの家の人は、幸せが来たとは知りませんから、貧しい貧しい小敷のようなものが家の前にいるのを見て、お前さんは誰ですか？と尋ねました。私は貧乏でございます。ああ、貧乏か。貧乏はうちじゃあお断りだ。と、そこの家の人は戸をピシャンと閉めてしまいました。おまけに、そこの家に飼ってある犬が恐ろしい声で追い立てるように鳴きました。幸せは早速御免をこうむりまして、今度は鶏の飼ってある家の前へ行って立ちました。そこの家の人も幸せが来たとは知らなかったと見えて、嫌なものでも家の前に立ったように顔をしかめて、お前さんは誰ですか？と尋ねました。私は貧乏でございます。ああ、貧乏か。貧乏はうちじゃあたくさんだ。と、そこの家の人は深いため息をつきました。それから飼ってある鶏に気をつけました。貧しい貧しい小敷のようなものが来て、鶏を盗んでいきはしないかと思ったのでしょう。コッ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 と、そこの家の鶏は用心深い声を出して鳴きました。幸せはまたそこの家でも御免をこうむりまして、今度はうさぎの飼ってある家の前へ行って立ちました。お前さんは誰ですか？私は貧乏でございます。ああ、貧乏か。と言いましたが、そこの家の人が出てみると、貧しい貧しい小敷のようなものが表に立っていました。そこの家の人も幸せが来たとは知らないようでしたが、情けというものがあると見えて、台所の方からおむすびを一つ握ってきて、さあ、これをおあがり、と言ってくれました。そこの家の人は、黄色いたくあんのおこおこまで、そのおむすびに添えてくれました。ぐー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 と、うさぎは高いいびきをかいて、さも楽しそうに昼寝をしていました。幸せにはそこの家の人の心がよくわかりました。おむすび一つ、たくあん一切れにも、人の心の奥は知れるものです。それをうれしく思いまして、そのうさぎの飼ってある家へ、幸せを分けて置いてきました。黒姫と黒竜。長野県の民話。昔々、信濃の国、長野県に、黒姫という名前の、とても美しい姫がいました。その美しいという噂は各国に知れ渡り、遠い国からも姫を嫁にもらいたいという申し出が後を絶ちませんでした。ある秋のこと、そんな噂を聞いた山奥の大沼池に住む黒龍が、この美しい姫を一度見たいと思って蝶に化けると、殿様と散歩をしている黒姫のところへ飛んできて、姫の周りをひらひらと舞ったのです。まあ、きれいだこと。姫はとてもうれしそうに、黒龍が化けた蝶に微笑みました。その姫の微笑みに心を奪われた黒龍は、どうしても姫のことが忘れられなくなり、何日も悩んだ挙句、若侍に化けて姫のいる城を訪れました。どの若者よりも立派な若侍にすっかり感心した殿様が身元を尋ねると、私は志賀山の大沼池の黒龍です。姫を一目見て以来、姫のことがどうしてもお忘れられませぬ。どうか、姫を私にください。と、黒龍は正体を正直に話したのです。それを聞いてびっくりした殿様は、いくら立派でも人間でないものに姫はやれん。と、きっぱりと断りました。ところが黒龍はどうしても姫のことが諦めきれずに、それからも毎日城へ通うようになりました。そして100日目が過ぎたとき、黒龍は殿様に言いました。もし姫をいただけるなら、今後、あらゆる災いから、この城を守りましょう。ですが、どうしてもダメだというのなら、私にも考えがあります。私は、大水で城と村々を押し流すことも、できるのですよ。これには殿様も困りました。そこで殿様は黒龍にこんな約束をしたのです。明日、その人間の姿のままで、わしの馬に遅れずに、城の周りを20周回れたら、姫をやろう。本当ですか。ありがとうございます。黒龍が喜んで帰ると、殿様はすぐに家来に命じて、城の周りに刀を何本も埋め込ませたのです。さて次の日、殿様は城で一番足が速い馬にまたがると、やってきた若侍姿の黒龍に言いました。黒龍、よいか、少しでも遅れたら、姫を諦めるのだぞ。そして殿様は馬に一鞭当てて勢いよく駆け出しました。黒龍もすぐさま殿様の後を追いました。やがて家来が刀を仕込んだ場所に来ると、殿様はうまく馬に飛び越えさせて、無事にそのまま駆け出しました。しかし、そんなこととは知らない黒龍は、仕込んだ刀の罠に引っかかり、体中を切り裂いてしまったのです。ぬぬ、測ったな。全身血だらけになった黒龍は、怒りで竜の姿を表すと、竜の姿のまま、馬に乗った殿様を追いかけました。そして、血だらけになりながらも、殿様を追いかけ続け、そのまま殿様に遅れることなく、城の周りを20周回りきったのです。黒龍は息も絶え絶えになりながらも、殿様に言いました。さあ、約束です。姫をください。しかし殿様は腰の刀を抜くと、わしは人間の姿のままでと言ったはずだ。お前のような化け物に姫はやれぬわ。と、黒龍に切りかかったのです。黒龍はその一撃を何とかかわすと、よくも裏切ったな、見ておれと叫びながら空高く飛んでいくと、真っ黒な雲を空一面に張り巡らせて、激しい雨をゴーゴーと降らせたのです。その雨は一向に止む気配がなく、4日目になると川からあふれ出た水で、村々は今にも流されんばかりとなりました。これを見た黒姫は、殿様が止めるのも聞かずに、外へ走り出すと、大雨が降る空に向かって叫びました。黒龍よ、私はあなたのもとへ行きます。ですから、どうか嵐を沈めてください。するとどうでしょう。あれほど激しかった大雨が、ぴたりと止んで、空から一筋の黒雲が矢のように降りてきました。そして、その黒雲が黒姫の体を包み込んだ途端、黒雲は黒姫の姿と一緒に消えてしまったのです。その後、殿様がどんなに探しても、黒姫は二度と見つかりませんでした。しかしそれ以来、村には何一つ、災いが起こらなくなったそうです。嘘。太宰治。戦争が終わったら、今度はまた急に何々主義だの何々主義だの浅ましく騒ぎ回って演説なんかしているけれども、私は何一つ信用できない気持ちです。主義も思想もへったくれもいらない。男は嘘をつくことをやめて、女は欲を捨てたら、それでもう日本の新しい建設ができると思う。私は焼け出されて津軽の生家の居候になり、うつうつとして楽しまず、ひょっこり訪ねてきた小学時代の同級生で、今はこの町の名誉職の人に向かって、そのような八つ当たりの愚論を吐いた。名誉職は笑って、いやあ、ごもっとも。しかし、それは逆じゃありませんか。男が欲を捨て、女が嘘をつくことをやめる。と、こう来なくてはいけません。と、嫌にはっきり反対する。私はたじろぎ、そりゃまたなぜです?まあ、どっちでも同じようなものですが、しかし、女の嘘はすごいものです。私は今年の正月、いやあもう、身の毛もよだつような思いをしました。それ以来、私は点で女というものを信用しなくなりました。うちの女房なんか、あんな薄汚いバーでも、あれで案外、他に男をこしらえているかもしれない。いや、それは本当にわからないものですよ。と、笑わずに言って、次のように田舎の秘話を語り聞かせてくれた。以下、私というのは、その当年37歳の名誉職ご自身のことである。今だからこんな話も公開できるのですが、当時はそれこそ極秘の事件で、この町でこの事件について多少でも知っていたのは、ここの警察署長と、ここの署長さんはそれから間もなく転任になりましたが、いい人でした。それからこの私と、もうそれくらいのものでした。今年のお正月は、日本全国、どこでもそのようでしたが、この地方も何十年ぶりかの大雪で、往来の電線に手が届きそうになるほど雪が積もり、庭木はへし折られ、平和を押し倒され、また、ぺしゃんこに潰された家などもあり、ほとんど大洪水みたいな被害で、連日の猛吹雪のため、この辺り一帯の交通が20日も全く途絶えてしまいました。その頃のことです。夜の8時ちょっと前くらいだったでしょうか。私が上の女の子に算術を教えていたら、ほとんどもう雪だるまそっくりの格好で警察署長がやってきました。何やらどうもただならぬ気配です。上がれと言っても上がりません。この署長はひどく酒が好きで、私とはいい飲み相手で、元から遠慮も何もない仲だったのですが、その夜はいつになく他人行儀で、土間に突っ立ったままもじもじして、いやあ今日は、と言い、お願いがあって来たのです、と思い詰めたような口調で言う。これはいよいよ、ただごとでないと、私も緊張しました。私は下駄を突っかけて土間へ降り、無言で鶏小屋へ案内しました。ひなの保温のために、その小屋には火鉢を置いてあるのです。私たちは真っ暗い鶏小屋にこっそり入ります。私たちが入っていっても、鶏どもが少しも騒がなかったほど、それほどこっそり忍び込んだのです。私たちは火鉢を中にして、向かい合って突っ立っていました。絶対に秘密にしておいてください。脱走事件です。と所長は言う。警察の留置場から誰か脱走したのだろうと私は初めはそう思いました。黙って次の説明を待っていました。多分この町には先例のなかったことでしょう。あなたのご親戚の慶吾さんね、入隊していないんです。私は頭から冷や水をぶっかけられたような気がしました。いや、しかしあれは、と、私はほとんど夢中で言いました。あれは確かに私が青森の舞台の英門まで送り届けたはずですが、そうです。それは私も知っています。しかし、向こうの憲兵隊から、彼は初めから来ていないという電話です。一体ならば、憲兵がこちらへ捜査に来るはずなのですが、この大雪でどうにもならぬ。よって、まず先に内々の捜査を言いつけてきたのです。それで私はあなたに一つお願いがあるのです。慶吾ってのはどんな男だか、あなたなどは東京にばかりいらっしゃったのだから何もご存じないでしょうし、また今はこんな時代になって何を公表しても差し支えないわけでしょうから、それはどこの誰だとはっきり明かしてしまってもいいとは言うものの、でもいずれにしてもこれは美談というわけのものでもないのですから、やっぱりどうも、あれの宇治素性をこれ以上詳しく説明するのは、私には辛くていけません。まあ、ぼんやり、敬語とだけ覚えていてください。私の遠縁の男なんです。嫁をもらったばかりの若い百姓です。そいつに召集令状が来て、まるでもう汽車に乗ったこともないような田舎者なのですから、私が青森の舞台の英門まで送り届けてやったのですが、それが入隊してないというのです。一旦英門に入って、それからすぐにまたひょいと逃げ出したのでしょうか。所長の願いというのは、とにかくあの警護は逃げ出したって他に行くところもない。この吹雪の中を幾日かかっても山越えして家へ帰ってくるに違いない。死にやしない。必ず家へ帰ってくる。何せあれの嫁はあれには不似合いなほどの美人なんだから、必ず家へ帰る。そこであなたに一つお願いがある。あなたはあの夫婦の媒酌人だったはずだし、また、かねてからあの夫婦はあなたを非常に尊敬している。いや、冷やかしているのではありません。真面目な話です。それで、今夜あなたはご苦労だが、あれの家へ行って、嫁によくよくと聞かせ、決して悪いようにはせぬから、もし圭吾が家に帰ってきたなら、こっそりあなたに知らせてくれるように、しっかりと言いつけてやってください。ここ2、3日中に圭吾が見つかったならば、私は圭吾に何の罰もかからないように取り計らうことができます。何せこの大雪で交通機関がめちゃめちゃなのですから。私はあれが入隊に遅れた理由を、そこはなんとかうまく報告できるつもりです。脱走兵を出したとあっては、この町全体の不名誉です。この町の名誉のために、一つご苦労でも頼む、というようなことでした。私は所長と一緒に吹雪の中をあれの家へ出かけました。かなり遠いのです。どうも人間の一生にはいろいろなことがあると思いましたよ。私のような兵役免除の亭主が帝国軍人の妻たる者の心がけを解こうというのは、どう考えたって少し無理ですよ。あれの家の前で所長と無言で別れ、私はあれの家の土間に入っていきました。あなたがこれまで東京に長くいらっしゃったと言っても、やはりこの土地の生まれなのですから、この辺の農家の構造はご存知でしょう。土間へ入ると、左手は馬小屋で、右手は居間と台所兼用の板敷きの部屋で、大きい炉なんかあって、まあ、圭吾の家もだいたいあれ式なのです。嫁はまだ起きていて、炉端で縫い物をしていました。ほう、感心だのう。俺のうちの女房などは、晩下の飯食うとすぐに赤ん坊に添い寝して、それっきりぐーぐー大いびきだ。夜なべもクソもありゃしねえ。お前はさすがに出征兵士の妻だけあって、感心だ、感心だ。などと、まことに下手な褒め方をして、街灯を脱ぎ、もともともう礼儀も何も不要な身内の家なのですから、のこのこ上がり込んで、炉端に大あぐらをかき、ばばちゃは寝たかと尋ねます。圭吾には盲目の母があるのです。ばばちゃは寝て夢でも見るのが一番の楽しみだべ。と嫁は縫い物を続けながら、少し笑って答えます。まあそんなところかもしれない。お前もなかなか苦労が多いのう。しかし今の時代は日本国中に幸せな人は一人もねえのだからな。辛くてもしばらくの我慢だ。何か思いに余る心配事でも起こったときには、俺のところへ相談に来ればいいし、の。ありがとうごす。今日はまた、どこからかのお帰りですか？遅いねす。俺か？いや、どこの帰りでもね、まっすぐに、ここさ来たのだ。どうも私は駆け引きということが嫌いで、いや、駆け引きしたいと思っても、面倒くさくて、とてもできないたちですので、ちょっと気まずくても、ありのままを言うことにしているのです。そのために、思わぬ難儀が降りかかってきたこともありますが、しかし、駆け引きして成功しても、長続きはしないような気がするのです。その時も私は下手な小細工をしたってしようがないと思って、まっすぐにここさ来た、と本当のことを言ったのですが、嫁は別にそれを気に留める様子もなく、新しい薪を2本炉にくべて、また縫い物を続けます。変なことをお尋ねするようですが、あなたと私とは小学校の同級生ですから、同じ年の37。いや、もう2、3週間すると、昭和21年になって38。ところでどうです?この年になっても、やはり色気はあるでしょう。いや、冗談でなく、私はいつか誰かに聞いてみたいと思っていたことなのです。まさか私はこの通り頭がはげて、子供が4人もあって、手の皮なんかもこんなに熱くなって、ひびだらけでささくれだって、こんな手で女のやわい着物などに触ったら手の皮が引っかかっていけないでしょう。このような低たらくで愛だの恋だのをささやく勇気はさすがにありませんが、しかし色気というのは案外なもので、ちょっときれいな女と2人きりでよもやまの話などをしているうちに、何か妙な気がしてくることがあるのです。あなたはどうでしょう?いや、私は普通よりも少し色気が強いのかもしれません。実は私はこんな薄汚い親父になり下がっていながら、大抵の女と平気で話ができないたちなんです。まさか私は、その話し相手の女に、惚れるの、惚れられるの、そんなバカなことは考えませんが、どうもなんだか心にこだわりが出てくるのです。窮屈なんです。どうしても男同士で話し合うように、さっぱりとは参りません。自分の胸の内のどこかに、もやもやと濁っているものがあるような気がしていけません。あれはやはり、私の色気のせいだと思うのですが、どんなものでしょうか。しかしまた、私にそんなこだわりを全然感じさせない女の人も、たまにはあるのです。80歳のおばあとか、5歳の娘とか、それは問題になりませんが、女盛りの年頃で、しかもなかなかの美人でありながら、ちっとも私に窮屈な思いをさせず、私もからりとした非常に楽な気持ちで退座していることができる、そんな女の人もたまにはあるのです。あれは一体どういうものでしょう。私はこの頃はまた何が何やらわからなくなってしまいましたが、以前はまあこんな具合に考えていたのです。私に窮屈な思いをさせないというのは、つまり、私に微塵も色気を感じさせないということなのだから、きっとその女の人の精神が気高いのだろう。話をしてこだわりを感じさせる女には、まさか好くの好かれるのというはっきりした気持ちなどはないでしょうが、自身でも気のつかない、あてもないぼんやりとしたお色気があって、それが話し相手に絡まって、変に相手を窮屈にさせてしまうのではないだろうか。とまあ、そんなふうに考えていたのでした。要するに私は、話をして落ち着かない気持ちを起こさせる女は、みだらとは言えないまでも、多少のお色気のある女として感服せず、そうして平気で話し合える女を心の正しい人として尊敬していました。ところで、その警護の嫁は、他の人にはどうかわかりませんが、私にはこれまで一度も全く少しのこだわりも感じさせない女だったのです。今はもう地主も小作人もあったものではありませんが、もともとこの嫁は私の家の代々の小作人の娘で、小さい頃からちょっとこう、思案深そうな顔つきをしていました。百姓には珍しく、体つきがほっそりして、色が白く、大人になったら顔がちょっとしゃくれてきて、悪く言えば般若面に似たところもありましたが、しかし、なかなかの美人という町の評判で、口数も少なく、よく働き、それに何よりも、私に全然、例のこだわりを感じさせぬところが気に入って、私は親戚の警護にもらってやったのでした。どんなに親しい間柄とは言っても、私とその嫁とは他人なのだし、私だってまだ、よぼよぼの老人というわけではなし、まして相手は若い美人で、しかも亭主が出征中に夜遅くのこのこ訪ねて行って、そうして二人きりで路端で話をするというのは、普通ならばあまり穏やかなことでもないのでしょうが、しかし私はあの嫁に対してだけはちっとも後ろめたいものを感じず、そうしてそれは、その女の人格が高潔なせいであるとばかり返していたのですから、一向に平気で悠々と話し込みました。実はのう、今日はお前に大事なお願いがあって来たのだ。はあ、と言って、嫁は縫い物の手を休め、ぼんやり私の顔を見守ります。いや、針仕事をしながらでいい。落ち着いて聞いてくれ。これは、お国のため、というよりは、この町のため、いや、お前たち一家のために、ぜひとも聞き入れてくれろ。第一には、警護自身のため、また、お前のため、また、ばばちゃんのため、それから、お前たちの祖先、子孫のため。なんとしても、今度の俺のお願い一つだけは、聞き入れてくれねばいけねえ。なんだべんです。嫁は針仕事を続けながら小声で言いました。別に心配そうな顔もしていません。驚いてはいけねえ。とは言っても、いや、誰だって驚くに違いないが、実はな、先ほど警察の署長さんが俺の家へおいでになって、と私は駆け引きも小細工も何もせず、署長から言われたことをそのまま伝えて、のう、警護も心得違いしたものだが、しかし、どんな人でも一度は間が差すというか、間がつくというか、妙な間違いを起こしたがるものだ。これは、はしかのようなもので、人間の持って生まれた心の毒を、一度は外へ吹き出さなければならねえものらしい。だから、起こした間違いは仕方のねえこととして、その間違いをそれ以上に大きな騒ぎにしないように努めるのが、お前や俺の真心というものではないか。署長さんも決して悪いようにはしないと言っている。あれは人を騙したりなどしない人だ。この町の名誉のため、ここ2、3日中に警護が見つかりさえすれば、なんとかうまく、全然お上のお叱りのないように取り計らうと言っている。署長も俺も黙っている。この町の誰にも絶対に言わぬ。どうか頼む。警護は、とお前のところへ帰ってくる。帰ってきたらもう何も考えることはいらない。すぐに俺のところへ知らせに来てくれ。それが第一に警護のため、お前のため、ばばちゃんのため、祖先、子孫のためだ。嫁は顔色も変えず、縫い物を続けながら黙って聞いていましたが、その時、肩で深く息をついて、なんぼー、バカだかのー、と言って、左手の甲で涙を拭きました。お前もつらいところだ。それは重々察している。しかし、今日本では、お前よりも何倍もつらい思いをしている人が数限りなくあるのだから、お前もここはこらえてくれろ。必ず、警護が帰ってきたら、俺のところに知らせてくれ。頼む。俺は今まで、お前たちに物を頼んだことは一度もなかったが、今度だけは、この通り。俺は手をついてお前にお願いする。私はお辞儀をしました。吹雪の音に混じって、馬小屋の方から小さい咳払いが聞こえました。私は顔を上げて、今、お前は咳をしたか？いいえ。嫁は私の顔をけげんそうに見て、静かに答えます。それでは、今の咳は誰のだ？お前には聞こえなかったか？さあ。別に何も。と言って、うすら笑いをしました。私はその時、なぜだか、全身鳥肌が立つほど、ぞっとしました。来てるんでないか？おいお前、騙してはダメだ。慶吾はあの馬小屋にいるんでないか。私の慌てて騒ぐ様子がよっぽど滑稽なものだったと見えて、嫁は膝の上の縫い物を脇によけ、顔を膝に押しつけるようにして、うふふふふと笑いむせんでしまいました。しばらくして顔を上げ、笑いをこらえているように下唇を噛んで、ぽっと湯上がりくらいに赤らんでいる顔を仰向けて、乱れた髪をかき上げ、それから急に真面目になって、私の方にまっすぐに向き直り、安心して消せ。私もバカでごいせん。来たら来たと必ずあなたのところさ知らせに行きます。その時はどうかよろしくお願いします。おお、そうか。と、私は苦笑して、さっきの咳払いは、俺の空耳であったべな。こうなるとどうも、男よりも女子の方がしっかりしている。それでは、どうか、よろしく頼むよ。はあ、承知しました。頼もしげに、うなずきます。私はほっとして、それでは帰ろうかと腰を浮かしかけた途端に、馬小屋の方で、バカ、命を粗末にするなと、明らかに所長の声です。続いて、恐ろしく大きい物音が。名誉職はそこまで語って、それから火鉢の火を火箸でいじくりながらしばらく黙っていた。で、どうしたのです?と私は催促した。いたのですか?いるもいないも。と言って彼は火箸をぐさっと肺に深く突き刺し、2日も前から来ていたんですよ。ひどいじゃありませんか。2日も前に帰ってきて、そして嫁と相談して、馬小屋の屋根裏の、この辺ではマギと言っていますが、まあ、干し草やなんかを入れておくところですな。そこへ隠れていたのです。もちろん、嫁の入れ知恵です。母は盲目だし、いい加減に騙して、そしてこっそり馬小屋の間際に警護を隠し、3度の食事をそこへ運んでいたのだそうですよ。あとで警護がそう言っていました。なに、あの嫁なんか、一言も何も言いません。今もって知らんぷりです。あの晩に私が行って嫁にあれほど腹の底を打ち割った話をして、そうして男一匹手をついてお願いしたのに、まあ、あの落ち着き払った顔。かえって馬小屋の間際で聞いていた警護の方で申し訳なくなって、あなた、馬小屋の梁に縄をかけ、首をくくって死のうとしたのです。所長は私と別れてからも、商売柄、そのあたりをうろついて見張っていたのでしょう。馬小屋で確かに人の気配がするので、土間からそっと覗いてみると、警護がぶらりです。そこでもって、バカ、命を粗末にするな、と叫び、引きずり下ろしたところへ私たちが駆けつけたというわけでしたが、その所長のバカという声とともに私たちは立ち上がり、思わず顔を見合わせ、その時の嫁のまるでもう4年なさそうに首をかしげて馬小屋の物音に耳を澄ました学校は、いやもうほとんど真のごとくでした。恐ろしいものです。そうして私たちは馬小屋へ駆けつけ、警護は所長に捕らえられて、もう嫁の真っ赤な嘘が眼前にばれているのに、嫁は私の後ろから警護の方を覗いてみて、いつ戻ったのだべと小声で言い、私は後で警護から2日前にすでに帰っていたということを聞かなかったら、この嫁が警護の帰宅をその時まで全く知らなかったのだと永遠に信じていたでしょう。きっとそうです。嫁はもうそれっきり何も言わず、時々薄ら笑いさえ顔に浮かべ、何を考えているのやら、何と思っているのやら、まるでもうわかりません。色気を感じさせないところが偉いと私は尊敬していたのですが、やっぱりちょっと男に色気を起こさせるくらいの女の方が善良で正直なのかもしれません。何が何やら、もう私は女の言うことは点で信用しないことにしました。警護はすぐに所長の証明書を持って青森に出かけ、何事もなく勤務して終戦になってすぐ帰宅し、今はまた夫婦仲良さそうに暮らしていますが、私はあの嫁には呆れてしまいましたから、めったに警護の家へは参りません。よくまあしかし、あんなにシャーシャーと落ち着いて嘘をつけたものです。女があんなに平気で嘘をつく間は、日本はダメだと思いますが、どうでしょうか。それは、女は日本ばかりでなく、世界中どこでも同じことでしょう。しかし、と私はすこぶる軽薄な感想を口走った。そのお嫁さんは、あなたに惚れてやしませんか？名誉職は笑わずに首をかしげた。それから真面目にこう答えた。そんなことはありません。と、はっきり否定し、そうしていよいよ真面目に。私は過去の15年間の東京生活で、こんな正直な響きを持った言葉を聞いたことがなかった。小さいため息さえ漏らして、しかし、うちの女房とあの嫁とは仲が悪かったです。私は微笑した。